これも懐かしいタイプになりますけど、三菱のパジェロですね。機動性に優れた本格ポータブリティであり、パリ・タガールラリーにおいても数々の実績を誇ってきた三菱の代表車パジェロ。走行性能、快適性、安全性を大きく向上させた2代目となり、世界初のスーパーセレクトフォードフリーやマルチモード ABS などの採用は4人すべてを最適に配慮し、走る、曲がる、止まるの能力を高次元で実現させようとする三菱のオールフホイールコントロールの人間の一つとなる。ドリーバレーションは大きく4タイプ、2ドアで後部がオープントップとなるアクティブな J トップ、スピードはショートタイプより走行性能を高めたメタルトップ、5ドアロングタイプのラグジュアリー性を重ねたミッドループ、後部がハイループとなるキックアップループ、5ナンバーのレギュラーサイズとワンドワイドフェンダー設備のワイドをラインナップする4速 AT、5速マニュアルが、まあ、当時選択できていたという車です。これは確かパジェロとしては2代目に当たるかなと思いますね。まあ、昔初代のパジェロもね、よく見かけたりしてたんですが、まあ、この2代目も、初代と並行するような感じでよく見かけましたけども、もう最近ではもうほとんど見なくなりましたね、この車ね。90年代あたりまではよく見かけてたんですが、もうほとんど今となってが、まあ、あんまりこの車はもう見かける機会が残念ながらあんまりなくなってしまいました。ですが、まあ、この当時のパジェロの力強さというのを、まあ、この車もその特徴というものをよく再現されていて、まあ、そういったところなんかも非常に良かったなという感じの、車に仕上がってはいるかなといったところで、ございますね。どうもありがとうございました。